デイリーダイアリーウェーブ。デイリーダイアリーウェーブへようこそ。パーソナリティの酪農家のたくまです。お久しぶりの配信でございます。前に配信したのがですね、もうさ多分3週間ぐらい前になったのかななんて思って、かなり不定期でね、配信申し訳ないななんていうふうに思っております。まあね、ちょっとこの間にですね、結構忙しくて、まあ天気が悪かったりした時はいろいろして、晴れたらまたいろいろ畑の仕事をしてっていう形で、なんかねバタバタして、なんかこうやって撮るのができなかったななんていう風な感じですね。まあなんで久々なんでですね、ちょっと最近の状況についてちょっとお話ししていきたいななんていうふうに思ってるんですけど、まあ、ご覧の通りですね、今回これ音声配信の番組なんですけども、今回ね映像付きで配信しております。まあたまにはこういうのもよかろうなんて思いますので、まあこのデイリーダイアリーウェーブですね、基本は音声で、まあ、たまにこうやって、映像でも映して、お話ししていきたいかなというふうに思っております。まあ、基本的にはですね、あの声だけで、楽しめるコンテンツっていうのをこの番組では作っていきたいと、意識しておりますので、あの全然もう目ではいりません。耳だけ傾けていただければ、いいと思います。はい、っていう感じで今日はですね、なんで僕はここにいるかって、ここっていうのはあの畑にいるかって言いますと、今日やっとですね、天気がまとまって良くなったので種まきをしたんですよ。トウモロコシですね、毎年この時期になるとレントコーンっていう牛用のトウモロコシを種まきするんですけども、まあ、ここ僕が来ている今畑っていうのは今日僕が種まきをしたところで、この外周にはですね電気牧柵をですね張り巡らしているんですよね。これはイノシシが来てせっかくまいた種をこうほじくって食べないようにするためです。で、僕はですね、この電気牧柵を今日設置して種をまいてっていうのをしたんですけど、こう電気牧柵のですねバッテリーを持ってくるっていうのを忘れましてですね、滞在ですね、ギルティです。これをですね、仕事が終わった後に持ってくる、持ってきて設置をするということですね、今からしていくわけでございます。はい、ということでですね、今日はとりあえず、電気牧柵のですねセッティングだけして、あのもう家に帰りたいななんていうふうに思っております。はい、まあね、こうやって今日畑仕事ができて、種まきができてすごい良かったななんていうふうに思うんですけども、いやちょっと天気が最近悪すぎですね。もう一日晴れたかななんていうふうに思ったら、またまとまって二日三日雨が降ってっていうことの繰り返しですので、畑がですね、全く乾かないと。畑が乾かないとですね、もうトラクターが乗り入れられないですし、この時期だと、こういう種まきの作業以外にも、牧草のね、収穫っていうのもあってですね、こっちの牧草の収穫は、種がね、雨が降ったらもう全くできないですからね。もう全然進まないっていうところですごいやきもきしておりました。うちの場合だと、こうやって牧草を収穫した後に、デントコーン種まきをするっていう補助もあったりするので、これがずらないと仕事がずらないっていうところでですね、すごいね、もうヒヤヒヤしてましたね。まあ今日ですね、僕はデントコーンの種まきをしたんですけど、うちの残っている他の方はですね、牧草の刈り取りのですね、切る作業をですね、したりとですね、分かれて、なんとか、仕事が並行して進んでいるという状態ですね。はい、うち以外でもですね、この僕の住んでいる地域っていうのは、和牛の生産者っていう方が多くてですね、そういった方々もですね、やっと待ってましたみたいな感じで、みんなトラクターに乗って牧草をですね、切る作業をね、している光景が、辺り一面でですね、見られて、うちの周りの近所のね、田んぼとかに植わっている牧草とかも、見事に切り倒されてて、ああ、この時期が来たんだな、なんていうふうに思いましたね。まあ、僕、この数年ですね、牧草の刈り取りの方もやってたんですけど、今年はですね、もう仕事が
もう詰め詰め状態なので、ちょっとそっちは手を出せないのかななんていうふうに思ってますね。もう電動コーンのことだけみたいな感じになるのかななんていうふうに思うんですけど、牧草のね、刈り取って乾かした時の匂いっていうのが結構好きなので、今年はちょっとそれ嗅げないのかななんていうふうに思うと、ちょっと寂しいなっていうふうに思っております。はい、まあそんな感じでですね、そう言ってる間にバッテリーのセットが終わったので、ちょっとですね、ちゃんと動くか確認したいと思いますね。はい、これ、もうバッチリですね。電気が通っておりますので、まあこれをつけてれば、イノシシがここに来て触っ、この、電気撲柵の線を触って、感電をして嫌がるというふうになっております。別にですね、感電死するほどパワーは強くなくて、あくまで痛い思いをさせて、心理的にね、もうここにね、近づいたらね、嫌なことが起こるということを、学習させて、この畑に侵入させないようにするっていうのが、この電気撲柵っていうものになりますね。これ、でも触ったら痛いんですよね。電気撲柵ですね。何回か電気が入ってる状態でタッチしたことがあるんですけども、ものすごく痛いです。僕もトラウマになります。はい。ということで、今日何の話したんだろう。はい。まあ、とりあえずですね、今、僕はですね、晴れたので畑仕事やってるよっていうお話でございました。はい。まあ、ちょっとですね、この時期ですね、忙しいので、この音声番組だったり、別番組、ベクトルですね、そちらもですね、素材の編集が終わってないというところで出せないものがありますので、定期的な更新というのができないかもしれないんですけども、まあ、ちょっとね、合間を見せて、いろいろまた投稿していきたいと思いますので、ぜひその際にはですね、ご覧になっていただけると嬉しいなと思います。はい、ということでですね、今日は、畑の方から、映像付きでお送りしました。はい。あ、そうだ、あとですね、すいません、概要欄の方にですね、お便り箱のですね、URL 作っておりますので、何かご意見ご感想ありましたら、送っていただけると嬉しいなと思っております。はい、ということで、今回も配信お聞きいただきありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。バイバイ。